内藤あずまはじめは、江戸時代中期の終わり藩の藩士、画家、教法十三年に生まれる。本名は、清三、または正成、通称は朝上門、豪として、暇水、旧安などを使った。内藤家は四百国取りで代々終わり藩に、使えており、あずまはじめも大井五番などを務めた。書外や詩に通じており、画風は、かの道の部に似るとされ、徘徊は、 伊藤目次に学んだ。絵師としては、横井弥生と、たびたび合作しており、弥生の句が書かれた配画において、安ずはじめの名を使ったことで広く知られることとなった。また、細井平州とも交流があり、先生者前書者なり、友前書、また、友前下、歌及び所弟と、安ずはじめを表した文が伝わっている。終わりの受学者で、 藩行名人堂の正史学でもあった岡田新川の詩集においても、東ずはじめへの言及がある。尾張徳川家旧代藩主、徳川宗近の内名により、安永年間頃から領内を調査して、安永5年の厚田神宮古代史天図など多くの記録を残し、これらは、東ずはじめの没後に、長州雑誌としてまとめられた。大館町あるいは天馬町東に住み、後に、 泥棒に陰性して、泥棒因子と称したという。天命8年8月5日、没、去年61、一。ツワイン、東はじめ関水孤児と送りなした。墓所は監督寺にあったが、その後平和公園に移されている。非常に筆豆であった一方で、物事にこだわらない人物であったという。天命4年の基金においては、自筆の顔を不な人物に売って、 狭いを行うなど、積極的に人助けを行った。この際には、ため、君もか当たり族の印をがに押し、このががある家は君を助けた家と、子孫に伝える印と述べて、金払いを良くするなど、知恵者であったことが伺える。また、海、西郡大宝村で公女として知られた和義について、知るとその顔を描いて広め、これによって、多くの人が和義について知ることになったという。 ただし、このような人物であったがゆえに借金に追われたといい、ある年の中年にやってきた借金取りの前で読んだ教科が現在に伝わっている。うかうかと心も空になりにけり、外は梵天、内は退釈これは梵天を、凡に大釈を大張りにかけたものとされている。ありがとうございます。